はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストでは続きをやっていきましょう。そなたならきっと竜王を打ち滅ぼし平和を取り戻してくれるであろう。世界の皆がその日を待っておるぞ世界のみんなが完全に人任せだな。この世界は完全に堕落している。で、まあとりあえず鍵を手に入れたんで、ちょっとガライの町だっけとかにも行きたいんだけれども、修行をしに行きましょう。帰りがねめんどくさくなるんで、キメラの翼を買っていきます。ここの道具屋ってキメラの翼売ってたよね。売ってない終わってる。ラタトームの町とか本当終わってんな、ここ。じゃあしょうがないから帰りも徒歩になるけど、そのまま行きますか。まあ修行の旅なんでね。どこに行くかっていうとね、ちょっと宝箱とかが眠ってる洞窟があるんですよ。ちょっとそこに宝を漁りに行きましょう。もう王様もね金くんないからね、自分でなんとかするしかない、もうこの勇者は。とにかく自力でね、こうモンスターを倒して金を稼がなくては。まあ、幸いね、なんか知んないけど、この世界のモンスターは金を持ってるんで。で、ここの橋を越えて、橋の場合って橋を越えたことになるのか。魔法使いだからね、どっちでも出てきそうな感じがするけど。で、このままちょっと下の方に降りて、7レベルで大丈夫だよね。まだ魔法使いだからね。一応鉄の斧を買ったんだっけ。鉄の斧さえあれば。そう、ここの洞窟に行きましょう。で、ここは別に宝があるだけなんで、そんなに重要なとこじゃないんですけど、修行です。修行しないとね、やっぱり最初の方の RPG なんで、レベル上げっていうのがね結構大切になるんですよ。で、ここなんか広かった気がするんだよね、かなり。できればダメージは食らわずに行きたい。薬草とかも買い込んでくればよかったかな。おお、結構敵の出現率が高いね。4か。最悪デスルーラっていうのがありますからね死んで帰るみたいな。お金がね半分になるからね。16。メーダがちょっとやっぱり強いね。一発で倒せないっていうところが、徐々にヒットポイントが減らされていく。もうこれは適当に行くしかない。さすがにこういうところのダンジョンまでは覚えてないからな、道順は。泉みたいなのがあるけど、これはちょっとなんか地図とか開いた方がいいかな。その攻略サイトの地図的なやつ。暗いからね。341ゴールド。やったぜ。すげえ金が手に入った。ここに階段がある。ある程度行き尽くしたら帰らないといけないからね。リレミトとかは何レベルで覚えるんだっけ。そろそろルーラかリレミトを覚えてほしいけど、あれここ意味ねえし、騙された。まあ、とりあえずこの左手を使っていくか。左の法則みたいな。それは右か左かに分かれるときか。もう1レベルね上がってくれると楽な気がするんだけど。メーダの攻撃はね1で抑えたいよね。てかメーダばっかり出てくるな、ここ。メーダがいかにも住んでそうな洞窟だからね。あー、大サソリ、鉄の斧。よし、攻撃は通るようになったな。
オサソリも攻撃で倒せるようになったのがでかいね。これでギラ使わないといけないってなったらね、ちょっときついからな、マジックパワー的に。あれ？扉がある。こんなんあったっけ。まあとりあえず開けますか。鍵はあるからね。で地下2階でね、うわドロル、よし気づいてない。ドロルってよく見ると気持ち悪いなこいつ。地下2階でね終わったはずなんで、ここの宝箱を漁り尽くせばいいはずなんで、ドラキーマまで出てくるのか。この頃はね結構ドラキーにバリエーションがあったんですよね。まあ、簡単に言うと色違いを出せばねモンスターは稼げるんで、モンスターのバリエーション自体は。ギラか、やばい、これがきつい。ギラ強いね、敵が使ってくると。これはコイミを使おう。3かで、俺の最大ヒットポイントっていくつなの。それも見ておこう。45か。宝箱をゲット、力の種、よし。不思議な木の実、これも使おう。あ、太陽の人、妖精の笛を預けてくるの忘れた。なんてことだ。こっちから来たからこっちの方を探してみますか。なんかっぽいところに出たね。いや別にねボスとかはねいないはずなんですよ。ただ宝があるはずなんで。戦士の指輪、戦士の指輪ってなんだっけ。勇者ロトの仲間だった戦士のもの。あ、そうなんだ。これねなんか装備してもね別に攻撃力とか変わんなかった気がするんだけどな。あ、装備できる、むしろ2つ装備できるんだっけ。まあいいや、装備しておこう。装備するだけ。レミラーマじゃなくてなんだっけ、全体を照らす魔法。よし、鉄の盾をゲット。これは早速装備しよう。川の盾から鉄の盾、うん、攻撃力上がるね。終わりと。さて、そこから、うおー、ドロル鉄の盾を装備している俺に4も当ててくるとは。まだレベル上がんないか。ギラ、ギラとかはね防御力は関係ないからね。そろそろ薬草を1個使っとくか。そうすると金も1400円。44に回復したってなるんだね。44回復したとかじゃなくて魔導士、まあ、魔導士って言ってもね所詮ギラしかないから。この時代はベギラマを使ってくるってことはさすがにないでしょう。レベルがアップ。力3、素早さ3、身の守り1、ヒットポイント6、マジックパー3、50円。ここは何にもない。でもね今ちょっと物を手に入れても何にも持てないからね、なんか捨てないと。革の盾捨てればいいんだけど。松明、何か捨てますか。松明か、松明か川の盾かって言われたらな、川の盾の方が高く売れそうだからね。松明はねなくならないんで、そのなんていうの、魔法のやつはどん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 見える範囲がちっちゃくなってくるんですけど、松明はね、松明が切れたみたいなのは確かなかったと思うんですよね。おお、531ゴールド。なんてこんな半端なんだ。メトロゴースト弱い。うん、そんなに持ってないか。うお、出た骸骨、強敵骸骨2発で倒せるようになってれば俺も成長したな。もう骸骨なんて雑魚だ。
ここに階段があって上に登るやつか。いや、もうなんかこれで終わりだった気もするんだけどな。あとなんかどっか行かないといけないところとかってあったっけ。こっちの方は行き止まり、全体が見れないからね。いやこれさ、でも本当にさ、敵の出現率は高いね。まあ、戦闘がね、1回1回がすぐ終わるんだけど、タイマン戦だから。ここも行き止まり。メーダの攻撃はでもまだ2食らうか。鎧がしょっぽいからな。あれ、ここは来たよね、多分。扉があるとこだよね、確か。あ、そうそうそう、これ扉があったとこだよね。で、また下に降りちゃうと、あれだから、っていうかさ、扉開ける必要なかったね、今思うと。だって上の階段からさ、通じてるってことはさ、上の階段から行けばよかったんだよね。鍵がなくても、まあ、なんとかなったっていうことか。じゃあ、あとはこれ、このまま戻る感じかな。もう、ここの、地下1階に出てくる敵は雑魚でしょう。で、下も意味なかったから、あと道は特にないもんね。下画面にね、特に洞窟の地図とかが表示されてるわけじゃないんで。これ下とかは行き止まりなんだっけ。これ行き止まりだね。来た道をそもそもあんまり覚えてないぞ。で、ドラゴンクエスト1は確かね、マックスのレベルがね30だったと思うんですよね。まあ、30まで上げなくても全然クリアできるんですけど、でこっちの方に行けば帰れるかな。よくわからん、よくわかんなくなってきた。ゴーストとかマジ雑魚でしょ。4と8だからね。もう少しだけね、テンポ良くなってくれればサク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 いけるんだけど、もうほんと敵の出現率が高い。そんなにいっぱい敵がいるの。二歩先にはさ、敵が見えるみたいな。あ、次あいつが待ち構えてるってわかるよね。で、一回ちょっと城に帰りましょう。お、骸骨でもなかなか強いね。40円持ってるからな、ポイミで回復しておこう。あ、メイジドラキーが先にいるぞって。その先には誰がいるんだ。森とか山がね、わりかし出現率が高いんだよね。本当に魔物だらけだな、この世界は。魔物だらけって言ってもさ、普通に倒してればレベルが上がってくからね。ここまでスライムが出てくるんだ。スライムとかすげえかわいそうだな。なんか鉄の斧で真っ二つに切り裂いてるんでしょ。で、ちょっとまずは預けるところに行きましょう。寝なくて大丈夫だな。預けると、いやいや、金じゃない、道具。妖精の笛と太陽の石で、川の盾を売りましょう。これ意味ある、行ってみようか。まずはタンス。うわー、何もない。タンスに何もないとなると、こいつの話を聞くだけになる。古い書物によると、妖精たちはゴーレムを眠らせたという。我々には理解できない不思議な力が存在するものだな。それだけかいな。それだけのために鍵を使ったのか。
まあ、これで一応ゴーレムと戦うときは妖精の笛が必要なんだなっていうのが分かるっちゃ分かるけどね。そもそも知ってるからね。もうで、ここにも扉がある。行こう、せっかくだから。こいつまだいたんだもうこうやって見るとさ、寝てるだけだよね。ただこれ何屋さん。あ、清水か。買おう。買えるだけ買おう。安いし。あんまり、あれ清水ってさ、うわー123とかならない。まあ、早速1個使っていくんで。じゃあ、北の、ガライだっけガイダだっけなんだっけ。まあ、そこの町へ行きましょう。鍵は3つだっけ今。3つあればなんとかなるよね。ちょっとラタトーム用に1個残しとかないといけないから、早っ聖水の効果がなくなった瞬間に敵が出たな。待ってましたと言わんばかりに。スライムベス、よしよしよし。で、ちょっと一回寝よう。まずは寝て、で薬草はちょっと買っておく前に見よう。鉄の盾は持ってるでしょ。鎖片びらか。結構防御力上がるね。300円のくせに。買おう。これだけ防御力が上がればだいぶ楽になるな。布の服布の服だったからね。一応装備はそれなりになんか戦う人っぽくなってきたね。あれ、松明ちょっと買おう。であとは薬草を買おう。2個3個とか買えないんだね節約してこう。マジックパワーは一応薬草をメインに使っていきますか。いや、マジ何個買えるのこれ。あ、持てない。で、聖水が2つ。松明は多分すぐ使うことになるんだよね。ここから侵入して、あなたもガライの墓へ行くつもりですか。盾ごとの音色は魔物たちを呼び寄せると言います。行くのはやめた方がいいですよ。いや、しかし男には行かなければいけない時があるんだ。昔は遥か南の方のドムドーラという町まで旅をしたものだ。宿屋の親父にもよく世話をかけたな。今も元気だろうか。ガライの墓の入り口、それを教えるわけにはいかんな。どうしても行きたければ自分で見つけるがよかろう。もっと性格悪いなこいつ。えい、持ってけ泥棒。どうせ世界を滅びてしまうんだ。今さらお金を儲けようとは思わないぜ。潔いな。体罰とかいらん。銅の剣、これもいらん。あとで売ろう。630円。あれ、ちょ、本当に待って、鍵大丈夫か。こいつの情報いらなそうだからな。どこだっけ。あ、ここだあれ、こいつ何。ガライの墓から生きて帰った者はおらぬ。死にたければ行くがよい。行くしかない。帰った者は いないってさ、どんな危険な墓なんだよ本当に。松明を使いましょう。で、先へ。いやー、いきなり行き止まりになった。骸骨か。まあ、墓だもんね。そりゃ骸骨出るよ。てか、ここら辺のさ、敵がさ、よく町に攻め込んでこないよね。まあ、それはもう全般的に言えることなんだけど、RPG において。おお、会心の一撃。あれ、ちょっともう狭くてわからん。なんか帰っていきそうだから、もうちょっと右の方に行くか。骸骨はね、わりかし金を持ってるんですよね。骸骨のくせに。なんか草っぽいのが見えたね、今上の方に。松明だけだとな、どうにもなんないな。宝箱っぽいのが見えたね。しかも、25円か。命の木の実、こういうのはもうね、速攻で使ってこう。最大1ポイント4。4から6って書いてあったよね。530円。鍵
まあ嬉しいのか嬉しくないのか、鍵くらい。物自体は安いからね。でも鍵を使う扉とかがありそうな気がするんだよな。でまあドラクエの恒例として聖水はねダンジョンとかでは効かないんで、確か、いや全般的に効かないんだけど、1も効かないはずなんで。扉のところに骸骨がいたぞおかしくないか、こいつ扉に潰されてたのか。これ何、いや別に何にもないか、黒くてなんか落とし穴かなみたいな感じに思ったけど、そういう高度な罠はねなかったと思います、ドラクエ1は。リレミト欲しいな、リレミト。もうどん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 そういう魔法が欲しくなってくるね。で階段があるな、いきなり。こういう階段ってさ、大体さ意味ないよね騙された。いや一人で旅するのってな、こんな松明一つでさ地下まで潜っていくとか本当に勇者だよな、こいつ。ゲッゲッ、やっべ強え、マジか、こんな強いやつ出てくる。マホトン、よしよしよし、いいよもうマホトンなんて。ギラーよりは普通に攻撃をする、これまずいな。薬草使おう、薬草を使って攻撃して、薬草を使ってだな、かわされた、やばい、強いぞこれ。やられた、死んだ、あなたは死にましたすげえな。いやここまで敵強かったか、マジか、金が仕方のないやつじゃねえよ、ほんの人が命がけでよ言ったのに、再びこのようなことが起こらぬわしは祈っておる73ポイント一応記録しておくか、これで記録しちゃおう。マジか、1600円、3200円あったのか。いやー何がいけない、鎖片びらがしょぼかったのかな、鉄の斧なんか。じゃあ買うか、1個、2個はさすがに買えないからね。いやあそこの洞窟で修行してきたのにしょうがない。一回リムルダールまで行くか、あそこは結構いいの売ってるからね。かといって金があるかって言われたら金がないんだけど、あれどっちだっけこれ、こっちから行けたっけ。毒の沼地を通過すれば行けるか。もうここら辺のスライムとかいいわ、聖水使おう。いやーマジでショックだな、対マン戦だからね、本当にねこれやばいって思った時には遅いんだよね。生成2つあるしね、使っちゃおう。あーこれ橋を越えたらどうだろう。で一応ここにねローラ姫がね閉じ込められてるんだけど、さっきのねリカント的なやつにも勝てなくと、ドラゴンだからね、あの狼男に勝てないようではドラゴンになんて到底かなわないよ。そうか、もう1レベル上げて装備をもう1個整えていかないとあそこは厳しいか。とりあえず何を買うか目標を決めましょう。普通のリカントは早いね、倒せると思うんだよね難なく。いや強い、普通のリカントでさえ強いんだけど、何リカントだったあいつ、60円も持ってんだ。ホイミの回復量も微妙だな、そりゃ聖水の効果なんて全く意味ないよ、もうここまで来たな。ゲー鉄の誘い、これ強そう、ギラで攻めるしかない。7食らうな、ここで修行だな、ちょっとこれはマジでレベルアップ。できればね力とね身の守りがいっぱい上がってほしいんだよね。力4いいね、身の守りが全然上がんないね。あレミーラ、あこれ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 があればもう松明いらなくなるからね、まあ、マジックパワーを使うっていうのはあるけど。さてさてさてちょっと見ましょう。鋼の剣がいけるね、
魔法の鎧、いや3000円か、買えたのか。全滅しなければ、全滅っていうか一人しかいないけど、ちょっと鋼の鎧を買おう。鋼の剣もな、魅力的ではあるけどね。ここはちょっと修行しますか。本当に修行しよう。まあちょっとレベル上げをするんで一旦これは切った方がいいのかな。ちょっと一人でどれだけ金を持ってるか確かめよう。リカントで、リカントいくらだっけ。60円くらい持ってたっけ。こいつ3発で倒せんな。40ポイントの60ゴールド、10匹倒して600円でしょいやマジかめちゃくちゃ時間かかんなこれ。まあただね、ちょっと魔法の鎧を買うまで、レベル上げをしたいと思います。はい、では3000円貯まりましたので、鋼の鎧を買いましょう。これで防御力がだいぶ上がるね。よし、3000円の価値はあるかな。で、鎖片びら、短い命だったな。300円だからな。3000円と300円だいぶ違うよね、値段的には。で、あとはちょっと宿屋に泊まって、高いなここ。どうせラダトームに帰るからラダトームで寝よう。で、キメラの翼が欲しいんで、キメラの翼、あ、こいつかこいつ。キメラの翼を買って、で、あとはキメラの翼使ってラダトームで寝て、聖水使ってさっきの墓場まで行くか。魔法の鎧はね、7000円とかむちゃくちゃ高いな。そんなに金貯まるのこの調子で。宝箱とか漁って金を貯めるしかないのかな。で、そう、レベルもね1上がって、魔法トーン覚えたのかな。ここだと見れないけど、うん、魔法トーン覚えたんですよ。まあ多分使わないけど、そんなに。では聖水を振りかけていきましょう。これも何歩とかだったはずだからね、なるべく最短ルートで行きたいけど、そろそろ切れるんじゃん。うん、なくなったそしてなくなった瞬間、絶対スライムベースがいきなり襲いかかってきたな。あれ、鍵とか大丈夫？鍵2つしか持ってないけど、ダンジョンの鍵は多分開ければもう次開けなくていいんですよね。ここは開けないといけないんだけど、ここ何が入ってんだっけ。そこ松明とか入ってんだっけ。銅の剣はいらんわ。銅の剣を売っていくか。てかこいつ何なんのマジ邪魔なんだけど、どっか行けよマジで。何このおっさんとりあえず銅の剣売ってくるか。邪魔になるだけだからね。90円で売れるね。薬草は、まあ薬草5個あれば十分だよね。おっさんがどいたと思ったら、この変な若造が邪魔してんな。で、松明は速攻で使うから、ちょっと待って、こいつほんと邪魔なとこにいるぞ早く左行け。何、振り向いてるだけじゃん。よし。で、このおばあさんなんだっけ。鍵を使うのがもったいないからな。生きて帰った者はいないと言われる墓だけある。あれ、どっから行けばいいんだっけ左の方とかあんまり探索してないよね。行き止まり。ドラキーマとかはもう雑魚でしょう。俺の経験の肥やしになってもらう。もうね、なかなかレベルが上がんなくなってきたからね。ここも行き止まり。メトロゴースト、そう、レベルがね、やばい。ギラギラは結構使う。レベルが10になった時にね、素早さがね、なんか知んないけど8上がったんですよね10になった瞬間ね、結構いろんなパラメーターが上がったんで。ドロル、うわ、いきなり襲いかかってきたけど、鋼の鎧にはお前の攻撃など効かん。
こいつどうやって攻撃してんだドロルって。体当たりしか思い浮かばないんだけど、あんな形してたらさ。あ、で結局ここに来るのか。鍵がなくて先に進めないっていうのが一番最悪だからね。あ、そうだ、レミーマだっけ、なんだっけ、覚えたから。それを使ってもいいんだけどね。それは下の階に降りたら使いますか。でリレミトがまだ覚えてないから、塔かこれまた、使う2か。レミーラ、あれちょっと広くなった。完全マックスにはならない。いや、もう一回使えば完全マックスになるんだっけ。ギラうざいな、かなりダメージを持ってかれるぞ。確かね、もう一回使うんだっけ。いや全然意味なかったわファミコン版とかだと全体が見れるとこまで行った気がするんだけど、今回はここまでなのか。あ、鍵使わないとダメじゃん。え、どうするよ、1個だよ。いや1個で大丈夫かな。帰ってこれないとかあんのかな。いや、ダンジョンにいる間は多分大丈夫なはず。だってそうしないとハマるもんね。結構こいつホイ見つかってくるんだ。俺の18なんてさ、一瞬で回復されたと思ったけどそうでもないんだ。回復量がちょっと小さいのかな、戦闘中のホイミは。でここまで来てどうしたんだっけ。すぐ敵が出てきてやれたんだっけ。また強そうなのが出てきたな、ホイミ。魔法まで唱え始めてくる。5、うわー、自利品になりそう。しかもかわされてるし、あ、鉄の斧だからね。いや、こいつ強いぞ本当に。しかもギラまで唱えてくる。こんなのとまた何回も戦わないといけないっていうかさ、死ぬんだけど。100円近く持ってる。ちょっと待って、これは薬草でケチってこう。マジックパワーはなるべく取っておきたいからな。あそこにも階段があった。で、ちょっとだけ狭くなったね、今。ヘルゴースト、名前だけは強そうだ。4。いや、これ本当に鋼の鎧装備してなかったら終わってたな。ただそれなりの金を持っている。今なんか経験値っていうよりさ、金が欲しいんだよねうおー、資料の騎士とかやばいだろこいつ。すげえ強そうな剣持ってんだけど、14とかやばいマジでどうにもなんないんだけど。先手でホイミを唱えられるか。いや、向こうもホイミか。大変だったんだろうな。ラリホーを使う。いや、ちょっと待って、押しちゃったよ攻撃を。もう一回攻撃して倒せるか。ホイミで回復されたから無理か。ラリホー使おう。効かなかったこれが悲しいんだよね、ラリホーって。いや、回復してくればよかったかな。16。あ、死んだいや、マジ強え高校の敵強いんだけど。え、順番的には別にさ、ここでいいんだよね。おお、死んでしまうとは何事だ。本当に不甲斐ない。鋼の剣も買う。魔法の鎧を買う7000円はさすがにためらんないんで、まあじゃあちょっと次回は鋼の剣を買って、まあある程度装備を整えたところから、やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。やっぱりね、リメイクされてるとはいえ昔のゲームはなかなか難しいね最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。